なんていうかな、スポーツ化して先輩や先生をこう敬うっていうのもだん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 こう少なく、うん、結局ね、先生っていうあれはないんだよな、もうコーチっていう頭しかない、ね、だからもうコーチだから呼ぶんだって、ヘイコーチって呼ぶでしょ、ね、まあああいうとこからしてもだんだん武道のあれから遠ざかっちゃってるんだよ。それで自分思うんですけどね、やっぱり講談社の昔は講談社の先生が本当に少なかったですね。今でも、うん、外国でも、まあ、日本でももうなんていうか6段7段の人がたくさん出てるから、うん、もう段の上やそりだ、そうね、だから誰が誰でも先生になるってなっちゃって、結局ね人形を作って魂を入れないとと同じでさ、ただ段ばっかり終わってね人格がないんだよ、だから結局こういうことになっちゃうんだよね。いや先輩ねえ、あの三本も面白かったよな、うん、魚釣り行った時、自分が右側で先輩隊だったかな、その時に自分の方が釣れてた太平は白いのに右取れた自分が今度は反対側に交代したんだ、今度はまた先輩がいた方で自分が釣れ返した